第9の一般戦スタートです序盤の一取り7番の森岡正海アウトコースからスタート行って先頭で先頭に追っていきました外枠の方の四国勢が前を取るような形になるようです1番の高橋範文が2番手上がって2番の鳥生友谷そして今の小野俊之3番の小川達也と続いていきます6番の後ろで S なり6番手最高峰5番の玉村元気上昇して一定5番の玉村前段からの競争ということになるようです 石井ケメラ3コーナー2分線前後の一撮りは決まっています大外枠の7番の森岡がスタートいって5番のも玉村元気こちらが今戦闘への後ろに収まっていきそうです前段からの競争飛びつきから長い仕掛け何でもやれますが今日どうでしょうか5番の玉村元気こちらが前段からの競争選択ですマークは7番の森岡正海そして2番の鳥生智也四国勢3人揃って前段からの競争です 3番の小川達也は後ろ攻め4番手からの競争ですここは先行力上位の一戦後ろは立ちの戦車がつけていますが後ろは3人の援護、期待を背負ってどう戦うか九州3人が続いています4番小野俊之、1番高橋範文最高峰6番地元の後ろ田康成です3対4の2分戦、赤間のホームに入っています先頭後半車玉村元気、さあ前面に行きますがさあ小川達也が抑え切って指導権を握っていきます 玉村元気はさっと下げて5番手前後急り入れ替わりましたジャンの2コーナーからバックに入ります先頭様の小川達也5番の玉村元気はさっと下げて5番手で下間を切ってさあ出るタイミングを通っていますジャンの3コーナー先頭様の小川達也前々に行きますが5番の玉村の仕掛けさあ4番手の上がりかけましたがもう一回5番手に戻ってジャンの4コーナーから最終周回先攻は様の小川達也小川の先攻です ぴったりマークで4番の小野俊幸、2番手,番手1番の高橋紀史、3番手ロコ地元の後ろでなり4番手ですがさあ5番の玉村2コーナーから発進まくっていきます逃げる3番の小川達也5番の玉村のまくりですが3番手の外をじわっと越えてくるさあどうでしょうか生ききるかどうか直線降雪先頭3番の小川達也番手4番の小野俊幸さらに5番の玉村突っ込み技 4, 4番小野か第2レース A 級の一般戦 しっかりとこうチャンスをものにしました。今の尾野俊之3番の小川達也の赤版からの2周先行でした。ゴマの玉村をしっかりこう牽制しつつ、今の小野俊之が最後直線で抜け出しています。まくり追い込む形になりました。5番の玉村元気が2着先行者様、小川達也が3着踏ん張っています。